おはようございます。私です。ダイヤラです。さて、今日やっていくゲームは、今日から始めます。正義の味方。ヒーローは君だ。な。新しいタイプの特撮ヒーロー体験ゲーム。スタイルは特撮ヒーロー、番組。システムはリアルタイムアドベンチャー。ね。よくわかりません。頑張っていきましょう。戦え、この街の平和と視聴率のために。始まり、始まり。視聴率を取る。ちょっとよくわかりませんね。特撮番組みたいな感じで、ね。悪の怪人を倒して、視聴率を得ながら、街を守る。そのまんまですね。そんな感じですね、多分。はい。やっていきましょう。よろしくお願いします。ね。ソニーコンピューターエンターテイメント。リア Now loading. はい、皆様、おこせです。ビューティフォルジョーじゃないよ。正義の味方ってタイトルですよ。おう。はい、じゃあ皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。正義の味方、やっていきましょう。ニューゲーム、スタート。さて、ヒーローの設定です。ヒーローのパーツをまず決めてくれ。さあ、全身のタイプはどれだね。どうする。まず、超人戦隊ものタイプ、改造仮面タイプ、超能力者タイプ、おーダサい人造人間、人造鉄人タイプ、ほう、科学超人タイプ、あーこれかっこいい、これいいなこれ獣人忍者タイプ、そして太陽使者タイプ、多いな結構宇宙警察タイプ、あこれ最初ですね。パーツごと決めていく、パーツごと決めていくの。じゃあいいですよ皆さん。じゃあ宇宙タイプから皆さん覚えてください。番号覚えて、番号1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、ね。はい。こんだけですね。名前がわかんなかった、あ、番号忘れたら名前でもいいですよ。じゃあお願いします。8番まであります。じゃあ200。10番お願いします。どうぞ。かっこいいですね、全部。よし。さあ、210番、早いよ、お前。何人いいんだよ、お前、ここに。8番、もう、安定か。さて、210番は、8番ですね。8番。8番の、太陽使者タイプ。お、かっこいい。かっこいい。色なんでもいいよね。色何にしようかな。色は、なんでもいいか。ダサくないでしょ。オレンジ好きなんだよね。俺オレンジにしよう。よし。じゃあ次です。次は体です。さっきと同じように決めてください、皆さん。ね。大丈夫ですか、皆さん。これ2番。ね。3番。4番。5番。6番。7番。8番。よし。じゃあ皆さん、頑張って決めてください。じゃあ、アンカー取りましょう。どうぞ。366番お願いします。どうぞ。近かった？大丈夫ですか？さあ、366番どうぞ決めてください。早いですよ、お前ら。さあ、366番は ?8! 結局 8? お前ら。8で、じゃあもう、統一で良くないこれ。あ、ホワイティーって俺の心のようだよ。オレンジにしよう。いや、ホワイティーにしよう。流れのクソ早くてビビるわ、お前。さて、統一されたでしょ。さあ、で、じゃあ腕ももうサクサク決めていきましょう、皆さん。腕も、皆さん、決めてください。1から8まででお願いします。じゃ、どうぞお願いします。じゃあ、510番お願いします。どうぞ。さあ、どうしようかな。腕ってそんな変わらない。
これダサいなこの腕。あ、決まるな結構腕に、腕も。510番ですね、ちょっと待ってくださいね。510番は、8番。お前すごいな。すごいな、この中で510番、8番ですね。さあ、8番。はい。さて、8番になりました。素晴らしい。これはもう、太陽死者仮面になっちゃいますね、これは。このままじゃ。さて、あと足だけです。さあ、残りは足です、皆さん。足だけです。さあ、足を、どうしますか？さあ、もう一回ちょっと見ますか、足。宇宙警察、超人戦隊、改造仮面、超能力者、人造鉄人タイプ、科学超人タイプ、獣人忍者タイプ、ね、太陽の死者タイプです。さあ皆さん、お好きな選んでください。どうぞ。660番お願いします。どうぞ。さて、660番はどこだ？8! はい、はい、皆さん結局8番に決定しました。お疲れ様でした。さて、カラーはオレンジで行きましょう。決定。全身。さて、担当さんはこいつです。太陽死者タイプ。さあ、全身太陽死者のオレンジ。いや、カラーはオレンジ。こんな感じ。これが俺たちのヒーローだ。色これで全体変えれるわ、もう。ね、うんこ色とかあんの？うんこ色ないでしょ。ブラック。ブラックとかクソ中にくせえな。ホワイト。あ、ホワイトいいですね。短パン。赤かっこいいですね。ダブルダッサい。イエロー、こいつ。インド人だろ、マジでこいつ。色も反化すんの。じゃあ、で、赤が1番。まあ、色打ってくれてもいいですよ。2番が青。3番がイエロー、4番がグリーン、5番がパープル、6番がオレンジ、7番がブラック、ね、8番がホワイト。じゃあ皆さん、どんな色がいいですか？さあどうぞお願いします。900番お願いします。どうぞ。好きな色を選んでくれ。さあ900番は9。さあ9番はないので、1個下の5番でいきましょう。1、2、3、4、5。パープルかよ。パープルかよ。クソダセーじゃねえか、お前。いいですよ、これで。さて、名前何これ。名前につく枕言葉を決めてください。え、これ、決まってるんだね、これ。こんだけしかないですね。はい、皆さん。これ、もう、こん中に、文字見えますか、皆さん。見えますか、こん中にある文字を打ってくださいね。宇宙だったり、円盤だったり、仮面だったりとかね。未来だったり、地球だったりとか、太陽とか、守護とかね。こういうやつでお願いします。じゃあ、皆さん、どうぞ、選んでください。よし。90番お願いします。あ、190、1090ね。90。はい、1090番。1090番は、風雲、かっこいい来たかっこいいの来た風雲ってどこにあんの風雲ってあんのどこあんのあ、あった。よし。風雲やばい。やばい。風雲王子、風雲仮面、風刑事、風鬼人、風雲死者、風雲少年、風雲人間。イカリ役です。さあ、この中から選んでください。ね。どうぞお願いします。上げてみましょう。1230番お願いします。どうぞ。さあ、1230番は、風雲ビックリマーク。風雲。じゃあ、さて、名前につく枕言葉はこちらにしましょう。ね。風雲。さて、名前を決めてください。さて、こいつの、ヒーローの名前、なんとかマンとかね、なんとか、もうなんでもいいや。はい、なんとかマンとかでお願いしますよね。まあ、ダイヤルマンとかでいいですね、普通に。さて、じゃあ皆さん、名前を決めてください。じゃあ、1420番お願いします。どうぞ。ね。さあ、皆さんの名前のセンスがここで決まる。さあ、どうぞ。さあ、1420番は、やめろよ、これ。やめろよ、こんな名前したやつ。ちょっと、
出てこいよ、名前決めたやつ。さて、ふーん、DT、だら、DT だら、ば、んがない、んが、あった。さて、ふーん、DT だらマンです。皆さん、かっこいい名前に、決まったぞ。すげえ言いにくい、すげえ言いにくい。よし、決定しましょう。OK だ。ふーん、DT ダラマン。なんか、ダラマンだけで見たらかっこいいぞ。なんか、DT がすごい、なんか、ドクターっぽく見えて、うん、ちょっとかっこよく見える。やばいな。やばいぞ、これ。ちょっとそれっぽいぞ、これ。それっぽいぞ、これ。動きダメだろこれ。打ち切り中半端ない。大丈夫、絶対いけるから、ね、ちゃんと視聴率稼いでいこうぜお前ら。ふん、 DT ドラマン。さてオープニング、これはさあ見ていきましょう。オープニング、ダセーよ、ダサいわ、ごめん。すげえな、これ。でも自分が作ったヒーローが動いてくれるって嬉しいですね、これ。なんだこの武器。ダセーよ。なんか股間もっこりしてんぞ、こいつ。やめて、ほんと。どっちが正義かわからん。悪の怪人でもいいかもしんないね、これ。よし。さて、なんかこれ 5% って、ね、視聴率かな。さて、7時です。この視聴率を稼いでいくゲームかな。誰がこんなヒーロー作ったんだよ。お前らだよ。お、第1話ですね、これ多分。突然ある日、ね、自分がヒーローになる。あ、そういうありきたりなストーリーですか。いいですね、こういうの。DT しか守らない。やめろよ。支持率これ。うん。何なんでしょうね。なんか、近日発売ゲームジェット。うおーおーおー、なんだ、うわーおーおー、あ、ハゲてるおっさん倒れてんじゃねえか、大丈夫か、え、女の子が。何、金融怪人、ビッグバンマネー。うおーおー、やばい。やばい、これやばいぞ。全然壊れてねえじゃん、建物頑丈だな。ダークレディ、こいつが悪の怪人の親玉かな。もっともっとやるのよ、ビッグバンバで。ゲネソルジャーたち、ゲネスの力を思い知らせてやれ。警察来た、頑張れ警察。おぉ、新田刑事かな。踊れんだ、速やかに武器を捨て投降せよ。銃だ、怖いだろ。え、なんで抵抗してんだよこいつら。待て、邪魔だ、マニー。踊れんだってなんだよ。ビビりすぎだろ。ぬぅすごい移動早いな、お前ら。撃たないんだね、銃。何？誰だこいつ。え、これ主人公？違うだろさすがに。うわー、やられちゃった。フィリ、フィリ。フィリ、フィリ。うわー、かっこいい。イケメン君。顔近い。フィリ、フィリ。助かった。こっち見んな。首大丈夫だこいつ。え、こいつ改造人間か、こいつらも。戦うの、やばい、上から見られてるぞ。大丈夫か。7時2分だった。お待ちなさい。なんだ、何が起こるの。
わあセクシー。何何ってなんだよこの服装ダメだろこいつおいおい見て押そうとしてるじゃねえか。関節やばいな。ウィーリーなんでこんな稚魚みたいな格好してんのこいつ。朝から放送していいんですか。本当だよ、絶対だな。ダークレディアーネー。怪人はいるのまだ。あー抱きつかれた。やばいぞ、抱きつかれてちゃったよ。股間がやばいぞ。主人公の服装によって変わるんだこの女の姿って。なんだよ。おお、すごいジャンプ力だな。 DD には刺激が強いな。ほんと警官だ。大丈夫かお前、何もしねえじゃねえか。大丈夫かあんたら。ん、あら、イタさん、お久しぶりです。このマスターって誰だ。おお、ボジジみたいじゃのマラカス。ニタさん、マラカスやめてくださいよ。そっちの若いもんはボジジャの名前は高一、水原高一です。やばい、俺の本名バレちゃった。あ、恥ずかしい。ニタ刑事、 DD じゃねえよ、名前 DD じゃねえよ、ぶっ倒すぞお前ら。こちらにお願いします。おおう、じゃあ若いの厚で自動聴取よろしゅうに。ほいじゃ。水原 DT じゃないです、やめてください。そういうこと言うの相変わらず忙しい 人だな。ああ、そうだ、さっきはああ本当助かったよ、ありがとう。これはちょっとアンケート取りましょう。ちょっと待って、アンケート取ります。控えめ、普通、大いばり。なんか大いばりがおかしくなっちゃった、文字が。まあいいや。アンケート中かお前。なんでもいいだろ別に。さて、どれにしましょうか。控えめに答える。普通に答える。大いばりで答える。さあ行きましょう。選択肢で視聴率が変わるの。そうなんだ。その大事なんだ。じゃあ一番じゃないの、控えめとか。うん。俺、控えめな人の方が好感持てますよ。さて、さあ、大いばり 74.5%。お前らゴミか。下がったんだけど、人として当然のことをしたまでですよ。クソ下がんだけど。アンケートだとつまらん。じゃあ、アンカにしようか。アンカにしようか、じゃあ。そうだ、俺と言った名前が、俺がやってる喫茶店でまで来てくれねえか。うまいコーヒーごちそうするよ。アンケートやったらみんなが選ぶやつになっちゃうもんな。アンカだったら、何出るかわかんねえもんな。じゃあそっちにしましょうか。行きましょう。さて、マスターが経営している喫茶店ですね。ハッピー。あら、あら、お姉さんじゃないですか。いいですね、なんかいいですね、この髪型も。あ、いらっしゃい、サイコちゃんですね。あ、マスター大変なんですよ、爆破事件だって。あー、ちょうどその現場にいたよ。滑覆いいな、こいつ。え、紹介しよう、うちのアルバイトをしてるサヨちゃんだ。ヒロインなんですか、この人。どなた。俺の命の恩人だよ、水原浩一くんだ。命の恩人だって大げさですよ、マスター。サヨちゃんって呼んで。自分で言い方指定してくるのかよ、めんどくせえな。ヒロインなんだ、この子が。俺は、欠場、ね、コウジロウだ。マスターと呼んでくれ。ダンスでマラカスではないぞ。よし。ところで、さっきの変な格好をした女性、一体誰なんですか。勇気ですか。ごめんなさい。欠場って勇気でも、欠じゃないの。お前すごいですね。漢字よく読めるな。正義プリンスを知らないか。あいつって正義プリンスって名前なんだ。すごいな、トラブル中すごいすごいね、よう読めんな。
チチロ。こいつよく見たらほんと服装クソ短い。